早速ですけども、ええ、二月には都知事選が行われる。二月九日ですかね。蓮舫さんの名前も出てますけども。蓮舫さんはその気があるんですか。えないです。ない。なんで。というか、毎回名前を出されるんですよね。それは翻って言うと、民主党の人材なんだと思います。民主党は蓮舫さん以外はいないみたいな話で。いや、たくさんいるんですけれどもね、なかなかその。 メディアらしいいと思いますよあの話題性でなんとなく記事になってなんとなく売れそうなものを書くときに私の名前は書きやすいんだと思います。うん、ということは蓮舫さんがお出にならないということは民主党は推薦代もしなないのかな今執行部あるいはトレンも含めてまさに協議してると思いますが、うんうん、あの。 去年末の段階で、海田代表は、相乗りはないと、うん、独自候補だと。あ、独自候補。ええ、そういう発言はしてました。ただ。あの候補者をどうするかというのは、トレーンド部分で、今集めていると聞いてます、うん。まさかね、宇都宮さんに乗るわけじゃないだろうから。うん、ないと思いますね。うん、はい、うん。やっぱり蓮舫さんって、声がかかるかもしれない。いや、ない、ないです。全くないです。うん、まあ、ところでね。はい、ええー、十二月の二十六日に。 安倍、はいまあ、首相が靖国に参拝をした。当然ながら中国韓国はそれに厳しい批判があった。うん、アメリカも失望したということですが、うん、蓮舫さんこれはどう捉えてますか？あの何をもってあの時期に、うん、まるで年末の土佐草のように靖、うん、国に参拝をしたのかが全くわかりません。一つはね、ええー、だいたいね、えー、あの報道ステーションをはじめニュースのね長時間番組はね。 25日で終わりなん,ですよなんですだからデイリーのニュース番組がなくなるんですよね。うん、で世の中師走でニュースのバリューがなくなった時に、うん、あの私はいいか悪いかは別として小泉元総理が、はい。 やはりあの自分の思いを貫いて中国韓国の反応よりも自分の思いだという部分で8月15日の直前に靖国に参拝した姿はある意味ブレてないと思うんです、ね、13日でしたでそう考えると安倍総理の今回の行動を見てると古俗なイメージと言いますか、うん、なんか美しくないんですよね、うん、あのね僕はあの ある種の決意表明じゃないかと思うのは、うん、実はね8月15日に行くんじゃないかという噂があった、うんうん、その時に、はい、10月の17日に行くんじゃないかと例大祭ですね、はい、両方とも行かなかったで安倍さんにしてみると26日に行かないとつまりもう行けなくなるんじゃないかというあさりもあったんじゃないかな。うん、というよりも。 衆議院も参議院も今過半数を持っておりますし、うんうん、特定秘密保護法もなんだかんだ言って力で通せますし、うん、やろうと思ったら何でもできる総理です、うん、それぐらいの力をお持ちなのに、うん、自身が最もやりたかったその靖国の参拝をここまで後出しにしてきているところに私はは信念は感じません、うん、逆に言うとねあの特定秘密保護法で通したことで、えー、各社の世論調査 10前後落ちたと、はいはい、でおそらく安倍さんからすると朝日新聞や毎日新聞や東京新聞は敵だと。<ー>これは敵だと、はい、で下手をするとここで靖国に参拝しないと自分の支持者からもちょっと見渡されるんじゃないかと弱気になって、はい、で支持者っていうのはね桜井よし子さんはじめとする、はい、これが弱気になっていったんじゃないかと。 いう人もいますねうん、私は分かりません総理がどのようにご本人が心情をお持ちなのか、うん、ただその例えば私ども政権を預からせていただいた時に、うん、総理というのはそれまでの長い間の自民党政権でメディアとの距離感というのがありました、うん、その記者クラブの良い,い悪いは別としてもやはり平等にテレビだったら 例えばその総理に聞くにちゃんと出て各局がバランスが崩れないようにとあるいは新聞の取材であったら全社同時にインタビューをするとただ安倍総理は就任されてから自分の好きな番組を選んでワイドショー、バラエティーあるいはそのいわゆる名前のあるニュース番組に明日出ると急に言ってそれでその自分の好きなことをお話し続けるというふうにメディアとの関係をまさに官邸主導でやっていますので。は総理大臣 総理と語る総理に聞くというね各社順番のあれしか出なかったよねあれしか出られませんでしたでもそれをいきなり自分たちが作った前提ですからね破っていますから私はメディアに対して怖いという思いは持ってはいないと思いますむしろその田原さんがおっしゃったようにコアな自分の支持層の人たちがひよったと批判される方を恐れたんだと思いますなるほどねところでまあねあの安倍さんは えー、最近ね積極的平和主義ということを盛んに言っている今までの平和主義とは違うんだと、うん、それでまあおそらくね今年は集団的自衛権これも通すんだと思いますが要するにこのそれから戦後レジウムのからの、えー、脱,却脱却ということも言っている、はい、この辺は蓮舫さんどう捉えていますかちょっと おそらく世代の違いなんだと思いますが、はいはい、戦後リジウムからの脱却にこだわる姿勢に、うんうん、実は私はあまりその波長が合わないんですね。おそらく おじいさまがやられたことあるいはそのお育ちになられた家系の中で、日本の独立は押し付けられたものであって、アメリカのいまだにそのある意味占領家的なものを外したい、それが押し付けられた憲法の改正であって、昭和21年つまり占領下でアメリカが押し付けた憲法である。G.H.Q. からのねそこからを変えたいからだから憲法改正ということもあるだろうし、おそらく教育というものも我が国の文化をきっちり教えていくというのも私は。 あるるとととと思うんんですすね道徳をを、はい、愛国心をきちんと言えとかだけどおそらく平和ボケと言われたらそれまでかもしれませんが戦争を知らない世代の私たちにとったら平和というのはもう空気のようにあるものであって、うん、アメリカから押し付けられたという意識は全くありませんし、うん、であるいは中国韓国との関係も極めてそのあるいは文化とか音楽とか映画とかそういうものを通じて、うん、ものすごくおそらく フフィティでつながっている世代に変わってきてると思うんですねそこで今更愛国を、えー、条文で明文化しようとか日本国教育基本法を改正した時にあるいはその美しい国をみんなでもっと共有するんだとかあるいはその憲法を変えるんだという部分のおそらく根っこが理解できない平和っていうのは私たちはもう当たり前のようにその 共有しているものですからそこをあえて例えば靖国を中心として韓国中国を刺激することによってアメリカからディサポイントと言われるような、うん、そういう無駄なその刺激がをしてまでも日本をあるる意味自立させるメリットがわからないんです僕はやっぱりねおじいさんのことがつまり岸信介さんのことがトラウマになってるんじゃないかと。 おじいさんは吉田首相の日米安保条約を良くしたはずだとところがあの大デモによっておじいさんは潰されたとでおじいさんはおそらく日米安保条約を変えて良くしてで支持率を上げてで憲法改正したいと思ったできなかったと何としても自分がやんなきゃいけないとこういう気持ちがあるんだと思うんですが。うん、あの 自分の家のための政治よりも、うん、次世代の国民のための政治をすべきだと私は思います。